あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。新しい服は何かあったかな。よいしょ。服を作るならオーダー、一覧を見るならカタログを選ぶだわさ。オーダー、今着ているのは大爆弾の服だわね。ん？大爆弾の服だね。どの服を作るだわさ。ん？ここの、あ、違うや。作れるのは、これ作れる。ゴロンの着ぐるみ。溶岩の中を泳げるようになる服。え、いいやん、いいやん。今ほら、火山エリアやけんさ。ねえ、絶対いいよね。これ作ろう？ほい、これでいいんだね。ほい。ちょっと待ってな。とっておきのを作ってやるだわさ。イェイ。またあの謎の音が。この最後の歌は一体。エクセレントマダム。完璧な仕上がりだわさ。何ぼーっとしてんだい。さっさとフィッティングで着替えてくるだわさ。イェイ。おお。ゴロンの着ぐるみ？そのゴツゴツした質感、嫌いじゃないわよ。へ、なんかお腹が。お腹が出っ張ったけど。お、珍しいね。さっちゃんがご本を貸してくれたです。嬉しくて猫さんにも読んであげていました。あ、聞きたいですか？お、聞きたい聞きたい。今流行りのご本らしいのです。魔境巡り6。ん？続き？25度の寒空の下、キャンプをしたことがある。あの時も死ぬかと思ったが、ここはさらにやばい。すべてのものが凍りつき、動いているものは魔物だけだ。しかしそんな世界で僕は、可愛らしい女神様と出会った。このいてついた世界で、唯一心が温まった瞬間であった。儚いものほど美しい、ということかもしれませんね。最後のはこの子の感想かな。それともそう書いてあるんかな。謎。お、なんか話よりやん。おう、勇者ゾン。このご婦人が幽霊が出たと騒ぐので見に、来てみたでありますが。本当に見たのよ、黒い幽霊。黒くてシュッとしてて、近づいたらピューっと行っちゃったのよ。幽霊よりも、ご婦人の歯についている青のりが自分はすごく気になるであります。教えてあげよう、それは。でもなんか街にも動きが出てきだしたね、ちょっとずつ。毎日一回運試し、今日も明日も運試し。毎日宝箱へようこそ。さあ今日も張り切って開けてみよう。今回の当たりはこれ。今は一つも持ってないみたいだね。バズジェリー。バズプローブの落とし物。どの部分なのかは不明。場所森林エリア。当たりの確率は2分の1。さあ今日はどの宝箱を選ぶ？ここまで全部外してきたけんね。これ。イェイ、やったね。コングラチュレーション。おめでとう。どうだい？苦労せず材料が手に入るって結構いいだろう？結構苦労した気がするけど。当たりはこっちで選んでるんだけど、もし当たりが気に入らないときは、俺に直接相談してくれたらなんとかするからさ。なんとかってどうしてくれるん？ん？なんだい？もしかして今の当たりが気に入らないとか？ゲームはただなんだけど、商品のチェンジは有料なんだ。と言ってもチェンジはたったの50ルピー。チェンジするかい？してみる、してみる。でも君はさっき当たりを引いたばかりじゃないか。チェンジしても今日はもう遊べないし、明日になったら新しい商品になってるし、今チェンジするのはおすすめしないな。焦らずとも明日は必ずやってくる。お楽しみは明日にとっときな。あ、それってもしかしてハズレが出たら当たりと交換してくれるってことなのか。ん？今度はこっちで話が。自分は今大事なお役目中でありまして、お話とは何でありましょうか。ねえ、門番さん。最近この辺りで黒い幽霊が出るって噂ご存知？噂には聞いているであります。あら、よくご存知なのね。よかったら一緒にちょっと大人の幽霊探ししませんこと？お、逆なんか。実は、お役目が終わったら彼女と幽霊探しデートの予定でありまして、幽霊が出たら一緒に、ホームを押そうねということになっているであります。どういうこと？なんかよくわからなかったけれど、リアルタイムで
なんか話が動いているようだ。ピエロさん、お、なんか女の子がおるよ。青い鳥さんいないな。ねえ、なんで？なんでいないの？青い鳥さんをみんなに見せて、さっちゃん幸せになるの。ねえ、幸せって何？ねえ、何？ねえ、何？何？そんな深いことを聞かれてもわかんねえよ。お、あの男の子がいなくなってる、今度は。お、あら、お若い勇者さん。ここの露天商が一緒にいつの間に通信しないかってしつこいのよ。あら、あんたはもうオンしてるのね。そんなに流行ってるならおばちゃんもオンしてみようかしら。別に一緒にって言ってもね。ん？これ何？おや？おや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 ？ああ、そっか、こいつか。魔女はシャレ人を狙うと言いますぞ。さすがのそれがしも呪いが怖くておしゃれ半分というわけですぞ。して勇者風のあなた、このビアードに何かご用ですかな？いいえ、何もない。ぐん、寂しいですな。また話しかけてもらえたら嬉しいですぞ。ほう。まあ、行ってきまーす。あ、門番いない。え、門番いないよ。今入れるよ、君君。ね。ってことで次行ってみようか。何がってことで何かわかんないけど、まあ入っちゃったから。マネビトを連れて出発するか。おう、出発します。では、マネビトを目覚めさせようぞ。いいなん、あごまさりとひよう。いいなん、あごまさりとひよう。きえーい。おーし。行くぜ、行くぜ。なんか心なしか体が重くなった気がするけど、気のせいかな。気のせいかな。こっちか。へい。ってことで、今回は火山エリアの、ファイアーフロントだ。ブーメランと空気壺。なんかまた新しい武器やね。ってことで、さっき作ったゴロンの着ぐるみで行きたいと思います。火山だからね。溶岩の中歩けるみたいなの書いとったし。イェイ。ファイアーフロント1。今回どうやろうね。前回結構苦労したけど。何で行ったらいいんかな。この真ん中のやつ何？あ、ブーメランか。ちょっとこの新しいやつ、空気壺を手に入れた。 Y でいろいろぶっ飛ばせ。ほう、なんかすごい、なんかすごい紫の木みたいなんでた。ブーメランを手に入れた。他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。おしおし。ってことでこっちも空気壺で、あっこに、あっこにってどうやって当たっていくんやろ。よいしょ。え、いけんくね？ん？いけんくね？ねえ、いけんよね。え、いけんくね？ああ、怖い怖い怖い。どうしよう。お？押せた。待って。お、吹き飛ぶ。え、今ぐらいねやったら、あれ飛ばんかな、飛ばんかな。え、だってこれ失敗したらさ、あれじゃん。ヒュンって落ちてしまうってわけやけん。ちょっとギリギリ、ギリギリに行って、からの、え、真後ろからこれ撃ったらどう？お、渡った！渡った渡った！渡ったよ。ちょっと今私だいぶテンションが。これで、これで、な、体に穴開きそうじゃない。おー、行ったーって、こいつはどうする？あ、あれか。向こうで、あの、ブーメランだ。届かねー。ギリギリまで。ギリギリまで行ってからの、こう。おー、やったねー。で、この炎、あの、このなんか燃え盛ってるルピーは、これ、これ、お、取れた取れた、よかった。燃えよっても普通に取れるわけやね。オッケーオッケー。なんかめっちゃ燃えよるけど、あれ。ねえ、あれめっちゃ燃えよるよ。あれ。上、なんか上でさ。あっ、消えた。消えた消えた。ちょっと待って。ポイ。落ちてないよね。
アユナが20ルピーゲット。苦労していっても20ルピーか。あ、で、これに乗って。はぁ。ああ、よかった。向こう側別になんもないよね、多分。おし、ファイアフロントに。まあ、人もこれで押し出せるってことが分かったけん。ん？これは？落ちたらいいんかな、ここ。これで。あ、スイッチがある、スイッチ。ほいっと。スイッチ。あー、なんか敵出てきた。敵出てきたよ。待って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 。ねえ、なんか燃えよるって燃えよるって燃えよるって。ちょっと待って待って待って、燃えよるって。怖い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 。あー、待って待って待って。落ちんよね、落ちんよね、落ちんよね。怖い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 。ちょっと。怖いよー。てか、なんか色変わったよ。色変わったよ。で、これやったらなんか色か、あー！マジかよ。ちょっと待って、怖い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 。あ、もしかしてこれ炎でダメージ受けよるってことかな。これで炎消さんといかん感じ。あ、落とせるじゃん、こいつら。あー、もうちょっと待って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 。待ってって待ってって待ってって、怖いって。いや、ちょ、マジでさ。え、こんなとこで。はい、妖精。妖精2匹になった。よし、行くぜ。こいつら攻撃したらね、私がね、後ろ向いて弾き飛ばされるんだ。いね、あ、ごめんね、私。ごめんね、私。待って、怖い、怖い、怖い。ほら、ほら。え、てか、次々増えるんだけど、これ大丈夫なの？ね、どんどん増えてくって。よし。あ、これで終わり？増えてない？オッケー、よかったー。で、回復したい。とりあえず回復したい。お、あそこか。この、空気壺は、仲間を吹っ飛ばしたり、火を消したりするものだということがとりあえず分かったね。あ、そうだ、あそこの、ブーメランで回収、できねえし。こういうことか。2段？全然ちげえわ。へい。よし、ハート1個回復。他は？ルピーか。ルピーはとりあえずどうでもいいや。ハートが欲しいんだ。よし、オッケー。あと1個。ちげえ。はい、オッケー。ってことで、はい、行こうぞ。いやー、まさかね、第2ステージでこんなに苦戦するとは思わなかったけれど。ね、思わんかったよね。ここに普通にハートあるし。よし、じゃあ次進んでいきましょう。い、よし、はい、ファイヤーフロント3。なんだ、なんかちょっと微妙な位置から始まったけど。あー、これ渡っていくやつね。ちょっと待ってね。これでちょギリギリまで行って。でもあれさ、危険じゃね？大丈夫？あ、そっか、一応マネ人のやつは大丈夫。マネ人の間は大丈夫だ。で、向こうのさ、切り替えるタイミングよね。切り替えるタイミングによってはちょっと、あれめっちゃ確実に燃えるもん。ちょっと待って、ちょっと待って。中来い、来い来い来い。ああ！じゃあ、ちょっと待って。
ああ、もう散々だよ、踏んだり蹴ったりだよ。なんだよここ。ちょっととりあえずさ、あいー、あー怖い。で次あの子だよ。おし、オッケー、はい行くよ。あー、ダメだ、どんどんハートがなくなっていく。待って、みんな、おし、オッケーオッケー。これで次乗って、え、んで、どこどこどこに行くの。え、どこ行くのこれ、ちょ、わかんないんだけど。こっち、そっち、何、どこに行くの、次どこ行くの、何するのこれ。あ、なんか速くなった、なんか動き速くなったよ。これ？あ、これ風の抵抗みたいなので。うわ、私こういう乗り物嫌い。てかこういう乗り物怖い。いやー。とか言ってる場合じゃないんよね。ね、どこに行けばいいのこれ。あっち？あっち？誰に聞いてんだって感じだけど。どれっすか？これか。あー、よかったー。で、これもこのまま渡ったらいい？ああ、よかった。ちょっとさ、この壺なんかアイテムない？あったー、ハート。よし。で、そっち？そっちに渡ればいいのね。で、こっちに渡ったら？次、左？もう言葉が。ここも？ここもあれかな？あー、画面を見たくないっていうね。おー、はい、いけたー。え、待って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 、いけたーじゃなくって、いけたーじゃなくって、待って待って待って、いけたーじゃなくって、ちょっと待って、マジで。はあ、とりあえずは大丈夫だろう。うん、オッケー。あー、びっくり。で、何？ここをかいくぐってくの？今度は。いや、きついだろ。普通に考えてきついだろ。なんなの？なんなの？なんなの？もう、舐めてんの？もう、ちょっと待ってよ。じゃ、みんながさ、こっち来る前にさ、ちょっと回復しとこう。ね、回復しとこう。落ちちゃったよ。落ちてないわ。終わっちゃったよ。ハート。え、だってほら、今ステージ3でしょ？次ボスだよ。え、てか早くね、あれ。ね、次ボスだよ。来い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 。にゃー！てかあれか、ダッシュボタン使わなきゃいけない感じか。今まで大して使ってきたことのない。あ、こいつ大丈夫。あ、そっか、溶岩の中でも歩けるってぐらいやけん。火に当たっても大丈夫なんか。え、強いそれ。ねえ。え、でも強いけど、もうハート半分なくなったんだけど。ファイヤーフロント4。あ、でもとりあえずここまで。まあ、思ったより全然いけてる感じ。あー、吹き飛ばしちゃった。あ、ある、ある。あ、そういうか、え、そういう感じの拾い方もありなの。ちょっとすげえびっくりしちゃった。ブーメランのつもりで使った。ブーメランのつもりで使ったらすごい吹き飛ばしちゃったからびっくりした。なるほど。そういう感じか。で、下なんか動いてたけど何？またあの炎の、え、何あれ、敵？え、ちょっと待って。え、もうすでに攻撃してきてんだけど。ちょっと待って。とりあえずちょっと待って。あー！とりあえずあれだよ。動かすやつはもう火のやつって決めとこう。あれだよね。今の全然さ、
ルピー減ってなかった。え、てかこれさ、炎のやつさ最強じゃね。炎のやつっていうかこのゴロンの服最強じゃね。ねえ、だよねだよね。え、絶対これ超いいじゃん。いや超いいんだけど、でもほらダメージ受けてないもん。それどころか加速って泳げるよ、泳げる。ね、ちょっと待って。でもこれ多分ね、2段とかじゃないとダメなんだ。2段じゃねえ。3段か。3段で、こういうことだ。へい。こいつも火に包まれてるから、それを。でもこれね、下の2段はさ、普通に火のダメージ受けるからね、さっきみたいな感じでいちゃダメなんだよ。ハートだ、ハート。よし。回復。回復。こいつ。おし。え？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やべえから。やべえから、ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って。怖い、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 怖い。はい。はい、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 はい。とりあえず、こいつになっとかないと危険だよね。なんか今あいつ溶岩の中入ってったんだけど、あれはあれでやっつけたの。あーダメ、こいつは普通にダメージ受ける。てかむしろ炎消えたからダメージ受けるんだ。なんだそれ。あとはぐや。あーハートがやばいよ。これは2段かな。2段っぽいよね。2段っぽいよね。ほらほらほら。おっしゃ。で、他は？あそこだ。へいへい。おっしゃ、いけたー。あーよかったー。今回のコース？今回のコース？ステージ？ファイヤーフロント。結構簡単だった。簡単でした。簡単って言いながら体力半分ぐらいないけど。まあ、とりあえずこれで。おーし、よかったー。でも、ルピー91しか取ってないけど。イェイ。これ。魔物の肝を手に入れた。他のが多分良かったはず。あ、ほらほらほら、なんかの角っぽいやつ。まあ、でも、ファイアフロントクリアー。イエイ。多分イエイ。よし、写真も撮ってない。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回結構短かったかな。